どうも、タクタクです。本日はですね、新しいパックが追加されて、水の水属性がかなり充実したので、こちらのカジキリョータを使ったデッキを作ってきましたので、そちらをご紹介したいと思います。水の伝説なんですよ。とりあえず使うスキルはね、命名としては一ターンでレベル7のモンスター出るデッキ、ちょっとタイトルでちょっとまで考えとこう要はそれができるっていうデッキなんですね。はい、デッキをちょっと見ていきましょう。ダイダロスが3枚で、黄泉へ渡る船が3枚、水魔神スーガが3枚、ヒゲアンコウが2枚、道潮のマーマンが3枚、大波小波が3枚、生贄ドールが2枚、イタクアの暴風が1枚となっております。ちょっとシンプルなデッキにしたかったので、なんかこうあんまりこう何に対応するみたいな風には作ってません。ここからなんだろうな、もうちょっといいように改良していこうかなと思うんですが、もう本当に必要なカードしか入ってないので、最悪勝てない可能性もありますが、使っていきたいと思います。いくぜ。はい、よろしくお願いします。お、相手は会話ですね。まあ、どのようにですね一旦で出していくのかというと、大波小波と生贄人形を使って、一旦で出していくという感じになります。まあ、あとは回ってくれということを願うしかありませんが、さあ、キーカードはあるんだけど、次まあドローね、次のドローで引きたい。次のドローで生贄人形か大波小波を引きたい。大波、まあどっちもいいや。イタクアの暴風か。まあまあ一旦しのごう、これで。で、夢渡る船をセットしてターンエンドですね。相手が何をしてくるのか。会話、粉砕玉砕かな、なんだろう、何デッキだろう。ここで引けば俺は持ってる。ふん、持ってない持ってませんね、タクタクさん。まあまあまあ召喚するか。普通に戦おうか、戦おう。はい、まあ世の中そんなに甘くないということですね。確実に初手で決まればいいんですけど、初手で決めた動画を紹介したいので、できれば初手で決めるような、なんかいっぱい出てくるけど、あれマジックジャマーとか貼られまくってたらちょっと話はまた別よ。どうしよう、これ素で出した方がいいんじゃないの、これ。まあいいや、これちょっとヒゲアン後輩召喚して戦おう。普通に戦ってみよう普通に戦ってみますわ。相手もこれ事故ってんのかな、多分ね。これ両方ともこれあれか、今攻撃表示にしてればこれ勝ってたな。でもこれちょっと大波小波を次引いてさ、あー、まあ一応対応策あったわけね。大波小波を引いてちょっと3体ともこうバッて出すっていうのちょっと見てみたくない、これ。ホーリージャベリン、はい、次のターン大波小波引けば完璧だな。頼む。お、ちょっと本当圧巻だよ、大波小波これで引いたら。いや、あえてそれをやりたいがためにちょっとじらして戦うっていうのもありかもしれないよね。勝てるときに勝たないと勝てないっていうのはね、どのカードゲームであったりね、まあ麻雀とかね、チェスや将棋もそうですけど、ナメプはいかんよと、そういうことですよ。お、全然僕は今海を破壊されても何も痛くない、この状況なら。大波小波を引いたら、どっちにしろダイダロスの効果使ったら他のモンスター全部いなくなっちゃうからね。さあ、どう、何をしてくるのかな、モンスター一体。はい、お、来ましたね。ちょっと俺これ使うからね、もし攻撃してきたら。イタクアの、あ、呪魂の仮面、あれだ、マーマンにつけるんだ。はい、構わん、つけるがいい。まあ、ワン。なるほどね。そう来ると思って、イタクアの暴風、これで守備表示になってもらおう。トラップジャマーとかない、あ、ないよね。はい。たぶんこれ、大波小波、本当に、大波小波、ドロー引き弱。
どうしよう、どうしよう、アドバンス召喚しますか。いや、ほんどうする。大波小波出したいよね。大波小波で出したいから、ダイダロスをこう召喚しよう。で、ヒゲアンコを、はい、リリースして、これナメプじゃないか、ナメプじゃないです。別にナメプじゃないです。突撃しねえ。さあ、何から何までお見通しかと。これ反転召喚ですよ、じゃあ。攻撃しよう。これ本来の趣旨とちょっと違う流れになってるから、また。ダイレクトアタック!はい。まあいい、ターンエンドだ。これで相手がどう動くかな?どうかな?モンスター引くかな?いたたた。呪魂の仮面の効果ですね。はい。お、アクスレイダー。攻撃するかな、これは。攻撃しちゃうかな。攻撃するでしょうね。うん。で、相打ちという。はい。いやー、大波小波な。なんで引けないかな。もう引こう、さすがに。大波小波。いやー。ちょっとイライラしてきた。イライラしてきた。イライラはいかんよ、ダクダクさん。これ、はい、攻撃しましょう。でだから本来はね、スッとこうスッと出していきたい、スッと出していきたい。お願いします。モンスターを引いたのか、相手は。うわ、チョヘレ。あー、よかったこれでさ、スイマシン、スーガとかならもう、ドキッとしたよね、もう。これならまだ、なんとか。2体引いたの ?2 体引かれたんですね。さあ、どうする。おー、相打ちだ、じゃあ。いや、超兵霊強えな。でもこれで、俺が次有効なカードを引く確率が格段に上がったはず。いい加減引け!やっと引いたよ。しかも、生贄人形かよ。まあいいわ。生贄人形で、じゃあ、スーガを出すか。スーガの方が有効な気がするな。うん。で、攻撃はできませんからね。生贄人形の時はね。はい。できないですね。うん、攻撃できない。はい。これがだからいわゆる回ってないっていう状態ですか。事故ってるっていうね。何を考える必要があるんだ。ああ、サレンダーしました。はい、というわけで、使っていきましたが、いかがだったでしょうか。本当にシンプルな作りにしたので、例えば、海を破壊されるとか、あとは、まあ、マジックジャマーを食らって、大波小波を発動できない、生贄ドールを発動できないっていう状況に陥ったら、なかなか勝つのが難しいデッキです。はい。なので、まあ、もちろんね、デッキにはそれぞれ弱点があるとは思うんですが、まあ、結構ロマンですよね。ダイダロスやスーガをすぐ出せると。しかもこの3体もしね、この黄泉へ渡る船や、ヒゲアンコウ、マーマンがいる状態で3体、場に3体。まあ、そんな状態ほとんどないと思いますけど、2体ぐらいですかね、せいぜい。並んでる時に、大波小波を打って、まあ、スーガと、まあ、ダイダロス、組み合わせはわかりませんけど、2体出すというようなね、そういったロマンもあるので、まあ、どちらかというと、ダイダロスを1体だけでも出して、もう、このダイダロスのね、能力を使って一掃してしまえばかなり強力です。で、ここで生贄人形と大波小波の、まあ、使い勝手の違いとしては、大波小波は、特殊召喚になるのですぐに攻撃にも使えます。
特殊召喚したモンスターは。しかし、生贄ドール、これも一応特殊召喚なんですけど、条件としてそのモンスター、攻撃することができないと、うん、召喚したターンですね、召喚したターンは攻撃することができないという条件があります。なので使い勝手としては大波小波の方がいいのかなと僕は思います。で、大波小波がなぜこれだけね使い勝手がいいのかというと、水属性という属性を絞っているからこれだけね使う条件がね違ってくるということですね。もちろんこのデッキは水属性以外では大波小波は使えないので、まあ生贄ドール、これをうまく使うことができるのはまあ水以外の使用ができるんですが、あくまで大波小波はこの水属性専用でこれだけ一気に出せるよということですね。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。もうちょっと改良して回りやすいようにしたり、他の何かね対策するようなことができれば、また紹介していきたいと思います。こういうのもいいですよというご意見などもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それではまたご視聴お願いします。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をしていない人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして隣にいるコータチャンネル、コーちゃんのチャンネルも動画説明欄にありますので、そちらからチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。